なあ、おかえり、バンナケバーン。めっちゃ顔のでかい旦那の妻、うんちゃんです。今日はこの愛車に乗って人生初の一人でキャンプに来ました。ここで何をするのかというと、1ポンドの肉を焼いて一人バーベキューをします。キャンプグッズはバンディのキャンピングカーから拝借、勝手に持ってきちゃいました。なんか水漏れてるよ。しょっぱなからトラブルです。でもそんな大した被害じゃなかったみたい。よかった。人生初めてのテントの組み立て。昔のテントのイメージは組み立てが大変なイメージしかないのですが、今はワンタッチでとても簡単のはずなんですが、10分格闘の末ようやく組み立て完了。これは何でしょう。形からしてここにつける感じなので、とりあえず装着。どうなってんだ。思ってたよりキャンプってセッティングが大変なんですね。疲れた。自分が張ったテントに入ってみました。テントを立てるの大変。紫外線が強いのでコットはテントの中に入れることにしました。体も少し癒えたところで次の準備に取り掛かります。ついに念願の人生初一人キャンプバーベキューです。早速準備していきたいと思います。来たな。早速火を起こしていきたいと思います。火の起こし方は見よう見まねなので間違っているかもしれません。こんなもんか。炭に火がついたみたいなので網をセットして食材を焼く準備に取り掛かろうと思います。ロックアイスの水って美味しいんだよね。うま。今日はこちらの1ポンド肉をご用意しました。一人ででっかい肉を豪快に焼く。これがやりたかったんですよ。一生に一度はやってみたかった。いい音した。あ、すごい美味しそう。めっちゃいい匂いするんだけど。こんな大きいお肉めったに食べることがないので、バンディに自慢するために写真を撮影しました。どうでしょう、上手に撮れたんじゃないでしょうか。やばい、これひっくり返さないと。あ、すごい、熱い。うわー、すごい。わあ、うわ、すごい。でもまだだな。これも焼いちゃおう。お肉も焼けたことですし、バンディにドヤ電をかけようと思います。
スマホをいじってます。このスマホ軍手したままでも操作できるってすごくないですか。グローブしてても扱えるちょうど良いサイズです。はい、もしもし。もしもし。はい、今キャンプに一人で来てます。キャンプに一人で来てる顔でか、ね、キャンプグッズ借りてます。はい今1ポンドのお肉焼きましたんで、はい、それを自慢しようと思って電話しました。ああ、ありがとうございます。ほら、あら、すごい、美味しそう。1ポンド食べるの今から。うん、これ食べてデイキャンプして帰るんで、うん、ご飯適当に食べといてね。報告の電話も済んだので食事の準備をしましょう。そやものでプチトマトを買おうと思ったんですが、うん、見切り品のイチゴに心を持っていかれてしまいました。できました。こうやって豪快に飲むのが今流行っているんですかね。 SNS とかでよく見かけるので私も真似をしようと思います。よく考えると洗い物も出ないしとってもエコですね。準備も整ったので早速食べたいと思います。柔らかい。いただきます。うん、おいしい。スペシャルカクテル。バルサミコ酢をかけるよ。お腹も満たされたところでデイキャンプ最後のプラン、スマホをいじりながらのんびり過ごそうと思います。はい、お腹も心も満たされたのでそろそろ帰りたいと思います。とても楽しいキャンプバーベキューができました。お肉も美味しかったし、キャンプグッズもいろいろ触れて楽しかったです。キャンプグッズといえば今回私がずっと持っていたこのスマホ、これは au の京セラ製タフスマホトルクシリーズの 5G 対応新商品のトルク 5G です。見た目から溢れ出てますがとにかくタフなスマホです。別格の耐久性を持ち落としても壊れにくいです。2メートルの高さからサンドペーパーを引いた鉄板にいろんな角度で落としたり、画面に光球を落としたり、1メートルの高さから500回落としたり、めちゃくちゃな衝撃テストに耐えたそうです。そのテスト、私もしてみたいです。楽しそう。防水防塵なので、雨の中でも粉塵が舞う環境でも、対海水だから海の中でも使えます。さらには雪山でもマイナス21度でも使えるそうです。なんなら泡ソープで洗っても平気なんですって。汚し放題ですね。タフなだけではありません。タフな状況で使いやすいようにできています。例えば野外で音が聞きやすいように大音量スピーカーを搭載しています。アウトドアで音楽が聞きたい時ってありますね。そんな時はこのトルク 5G が防水防塵のポータブルスピーカーになってくれます。さっきみたいにスピーカーで電話する時も助かりますね。普通のスマホより側面のボタンが2つ多いです。これは左がダイレクトボタン、右がカメラボタンです。どちらのボタンも機能やアプリを割り当てられるボタンで長押しすることで起動します。ダイレクトボタンの方は2回連続押しも割り当てができます。全部で3つのカスタムボタンがあるという感じですね。いちいちホーム画面から選ばなくていいから作業中とか助かります。ちなみに私はカメラと通話とライトの3個登録しました。そしてグローブしたままでも手が濡れた状態でも
画面操作ができるようになっています。厚手のグローブなんかでも操作できるそうです。今回は軍手をしたまま使いましたが、この画面のサイズがちょうどいいので使いやすかったです。この専用ホルダーも便利です。いちいちカバンやポケットにしまわず使えますし、カバンやポケットにしまったまま使うときは動いたときに落ちないように固定できて安心です。防水防塵なのに電池パックは取り外しできるそうで、キャンプなどでは電池パックを予備で持っていけば安心ですね。とその他にもアウトドアで便利な機能やアクセサリーがあって、全部は紹介しきれません。とにかくキャンプでスマホ使いにくいがないスマホ、サイズも大きすぎず小さすぎずちょうど良い大きさで、使ってみてとても良かったです。見た目がかっこいいし、とにかくおしゃれ。こんなスマホ女性が持っていたらかっこいいって思いますね。もちろん男性が持っていてもかっこいい間違いないです。トルク 5G の詳細は概要欄の方にありますので、よろしかったら見てください。それではお腹もいっぱいですし、片付けて帰りたいと思います。ということで今日のところはこの辺で退散します。一人でキャンプなかなか楽しかったです。お腹も心も満たされました。たまにはだらだらスマホを見ながら外で好きなことをしてのんびり過ごすのもいいですね。それでは帰りも安全運転で帰ろうと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、いってらっしゃい。